後崎チャンネル。むちょ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、ドラフトも終わってですね、はい、今大変に喜ばれている12球団に指名された皆さんに伝えたいことがあります。もうドラフト終わってるんですね。うん、だからもう起きてるかもわかんない。おお、はい。だ今日のテーマは、はい、プロ野球選手になったら速攻で起こる事例です。おお、なんかやっぱ指名受けるといろいろ変わるんですか。めっちゃ変わるっす。その1日で。うん。うん、まず一つ目、はい、親戚が増えます。あ、それはねよく言われますよね。うん、お友達も増えるし、うん、めっちゃ増えるっす。はい。しかも知らない親戚が増えます、はい、で俺の事例で言うと、うん、その、まあ、すぐじゃなかったけど、はい、後々聞いた話で、うん、なんとか君って佐々木さん親戚なんですよね、うん、えそうなんですかね、うん、いやなんか親戚って言ってましたよちょっと、はい、あじゃあそうかも知らないだけでね、うん、あそうかもわかんないですねちょっと、うん、で俺は心の中で、はい、聞いたことないけど、うん、でもなんか母親のなんかでそっちもいんのかな親戚みたいな、うん、でも聞いたことないけど信じなそんな名前みたいな、うん、で帰って、はい、親に、うん、え何とかかんとかってさ親戚なんか言われたんやけど今日って言ったら、うん、あーいとこの奥さんの兄弟の子供遠いな遠いな、うん、でもまあ親戚には間違いないけどあーまあ親戚っちゃ親戚かな、まあ、繋がってはいますけど。でも何親と5、6、7ぐらいだから。なんかまあ血もわずかには繋がってますよね。いとこですから。ん、いとこの奥さんだからね。いとこの血繋がってないよ。奥さんの兄弟の子供で。兄弟の子供か。血繋がってない。じゃ繋がってないわ。だってまずいとこの奥さんになった時点で血繋がってないからね。はい、そうですね。うん、いとこの子供じゃないのか、うん。奥さんの兄弟の子供ですもんね。いとこの子供だって合ってんじゃん。だってそうですね。名前しょっちゅう。はい、それはちょっとわかんないですね。わかんないわかんない、うん、そんなね、はい、大家族じゃないから、うん、血つながってるところは最低でも認識あるじゃん。なんとなくわかりますね、うんうん、そんなね年に1回危なかったとしても、はい、ああそこねみたいな、うんうん、ああそうそうこ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 うで、まあ、名字とか聞いたことあったりはしますよね。そうそう、だからいとこの子供とか、うんうん、はい、おばあちゃんの兄弟のとかまでだったらわかるよね、うんうん、はいはい、でも確実に増えます、はい、え、袴田さん増えてないんですか、アナウンサーになって親戚。ええー、私東高校の袴田アナウンサーの親戚。いや、なんか親戚というよりは全然高校とか一緒だけど、うん、そんな仲良くなかった、うんうんうん、一回喋ったことあるかないかなっていう友達の友達から、うん、僕なんか袴田さんこの友達と仲良かったんですよね、うんうんうん、みたいなのとか言われます。あ、話したこといっからか分かんないけど、まあ、友達には間違いないのかなみたいな。袴田さん小中とか、はい、マンモス校多いの。いや私普通の県立高校、うんうん、同級生多いの。一学年300人ぐらいです。いや俺らも400人だったの、うん、中学校、はい、一回も喋んないで卒業することとかあるよ。ありますよね、うん、だって、はい、3階に分かれるから、うん、会わないよね人、はい、でもすごい親しく、うん、言ってくるけど、はい、覚えてたらいいんだけどね、はい、覚えてなかったらきついよね、はい、話したことなくても、はい、覚えてたら、うん、あーって思うけど、はい、覚えてなかった時がきつい。そうですね、うん、あと高校のね、うん、私高3の時に私別にそんなに勉強できたわけじゃないし、うんうんうん、存在感もあんまりない生徒だったので、うんうんうん、高校3年の卒業間近に担任の先生に名前間違えられたんですよ。さえ、うん、さんって言われて、うん、担任の先生私の名前覚えてなかったんかと思ったんですけど、うん、卒業してアナウンサーになってから一回高校に行く旅があって、そしたら全然喋ったことない先生とかも、あ、袴田さんって言ってきて、あ、卒業してから覚えたなみたいな今ちょっとありましたね。だからそこら辺ね、はい、気をつけてください、はい、まあ嬉しいですけどね。そう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 、増えるんでね。うん、すごい嬉しいです。で、ね、続いてがね、こちらです、うん、地元の銀行員が多数家に訪問してきます、うん、へー、銀行員1億円入るからね、ドラフト1位2位だと契約金を入れてもらおうと、うちの銀行に入れてくださいって言って、うん、はい、家にしょっちゅう来ます、うん、へー、でうちの家、はい、うちの母親仕事行こうと思って車を出そうとしてた、うん、はい、だから頭から入れたバッグでね、
出そうとしてたら、スーツ着てた知らない人がオーライオーライってやってくれてたらしくて、オーライオーライってやってくれてたらしくて、あやってくれてんだと思って出て行った瞬間にあのドア開けたら、あのすいません、なんとか銀行のなんとかですみたいな、またお邪魔させていただきますって言って、めちゃくちゃ来ます、地元の銀行が。そうなんですね。だってでかいよ、何千万だからね。やっぱそういうのは取りたいもんですもんね。それだってもう、全員に分かるからね、あのもう全員に、もうあそこの家がいくらお金が入ってくるのか全員に分かるから確かにね、何千万1億って分かりますもんね、だからもう銀行員がすごい来ます、家に。何種類も、いろんなところが。だからもし地方に行けば行くほど銀行って地方銀行増えるじゃん、静岡でも、それでね、みずほとか、三菱 UFJ とか、三井住友とか、メガバンクもあるけども、地方銀行あるじゃん。まあ、静銀っていうのがね、大きいですし。だから徳島でもね、阿波銀とか、あと、徳島信用金庫、俺は昔、鳴門信用金庫とか、とかあるじゃん、地元の、来るか。来ますよ、皆さん。もう来てるか分かんないですけどね。そっからどうやって選ぶんですか、どこにするか。だから、あのうちは、いとこが勤めてたから、そこと、あと分けたしてた。分けて、うちの親は2000万とかね、分けた、分けたっつってた。いとこがいるとこは大きくして、あとはなんか分けたっつってた。それ分ける利点ってあるんですか。まあそれは田舎だからね、人間付き合いも大事じゃん。そうですね、そういうところか。そうあとはまあデメリットの分散だよね、万が一ね倒産っていうのもあるかも分かんないから、そういったところの分散っていうのもあるけども、だからね、皆さん分散してあげてください。そうです。やっぱ契約金って親に預けるもんなんですか、最初は。まあ、通帳持ってなかったらね、どの通帳に入れますか問題になるじゃん。そうですね、でまあ言えば大学生か高校生ですね。そう、社会人とかだとね、また話が変わるかも分かんないですけどね。そうですね、だから社会人の銀行のチームのプロ野球選手だったら、もうその銀行に全額だね。そうですね、どうみたいな、今までありがとうみたいな、ありますよね、銀行のチームね。だからね、もう皆さんのお家にもね、電話がかかってきてるかもしれないし、もしかしたら玄関のところで、ね、並んでるかもわかんないですね。そうですね、そんなことあるんだ。そう、はい、で続いてがですね、契約金今話したじゃないですか、いっぱい入るじゃないですか、翌年税金払わなきゃいけないんで、使いすぎに注意です。あ、契約金も税金引かれるのか。もちろん宝くじって引かれないですよね。引かれない、だって税金入るの、あ、そっか、所得だからね、契約金は。だから翌年に来るから、来たと思って、家の借金返すとか、家の事業の資金にするとか、何とかかんとかで車買うとか、家建てるって言って全額使うと、翌年の税金が払えなくなりますよって。わーおー。で一応半分以上残しておかないときついですね。そう、もうだからロッテとか俺の時は1998年に源泉引かれた4000万振り込まれて、99年にまた源泉引かれて4000万円、だから2割引かれるから、源泉でね、でこれ付きまとうことによって税金の分散化されるから、そこは節税対策でしてくれてるんだけど、来たと思って使うと払う税金なくなりますよ。そうですね、使いすぎるとちょっと危険ですね。一番最初えげつれぐらい来るからね。税金があるっていうことをね、忘れないようにね、よく引退された方とか、戦力になった方って、この次の年の税金が大変だってやっぱ言いますよね。そう、だからあの税金払う貯金してるから。あ、貯金大事ってどっかの動画で言ってましたよね。そう、だからプロ野球選手最終年度は無給と一緒だからね。あ、だってもし2021年に引退するとしたら、2021年の給料で2020年のやつ払うし、2022年の給料がなかったら2021年の給料で2021年の税金払わなきゃいけないから。そうですね、本当貯金しとかないと怖いですね。そう、あと困るだけっていうね、だから皆さん、契約金来たと思って、親御さんもそうですよ、張り切って使ったり借金返すと来年の税金払えなくなりますよ、気をつけて。一括で家買うとかやめた方がいいですね。そう、あとですね、お金貸してくれって人が来ます。そんな貸してくれって人いるんですか。それはだってもう、背に腹は変えれんじゃん、はい、だから貸してくれって聞きますよ。あの人持ってるなって分かりますもんね。そう、後輩とかね、先輩とか言われました。全然言われましたよ、もう貸しました。いやいや、もう断りますよ、それは。金の切れ目や縁の切れ目だからね。そうですね、そんなもん返ってこなかったらどうやって取り立てんねみたいな。そうですよね、貸したものの返してってなかなか言いにくいですもんね。だからもうあげるつもりがあるんだったら貸してあげてもいいと思いますけど、まあ、今までの恩とかがあったらもうあげるつもりで貸すとか、まあそれでもし返せなくなった場合、その人がその地域からいなくなるかもしれないっていうことを理解した上で貸さなきゃいけない、そうですね、先までね予想して貸さないとですね。でも本当に現れます。へー、
金貸してくれって、はい、そんな一日で変わるんですね。変わるんですよ、うん、お金は人を変えるんですよ、はい、しかも変わるんです ね、 ね、宝くじはね、はい、黙っときゃ、うん、ひょっとしたらバレないかも分かんないけど、うん、野球のドラフトは全国で放送されて、はい、新聞に連夜躍り出て、うん、ローカルニュースでバンバン地元の選手ドラフト何位で入団しましたドラフトされましたってなりますから、みんながあなたのご家庭のお金を知っています。俺もそれも何十年もやってんだから、毎年ね契約年俸公開するんだから必ず来ます。この今日言ったことはね必ず来ます。皆さん気をつけてください。はい、今まさにその現象が起こってるかもしれない。あ、本当だ。あなたの身にも起こってるかもわかんないですけど、今家の前銀行の人が立ってるかもしれない、うん、そうそうそう、はい、ね、いいことはね、うん、みんなにいいことのように振る舞ってね、うん、気をつけなきゃいけないことはしっかり気をつけてください。はい。